日本の運転免許大型自動二輪車、ヤマハ VMAX 大型自動二輪車とは、日本の道路交通法によるオートバイの区分の一つで、総排気量 400cc を超えるもの、あるいは定格出力が 20kW を超えるものを指す。大型自動二輪車は、道路交通法施行規則において、総排気量 0.2400L を超え、または、定格出力が 20.00kW を超える。 原動機を有する二輪の自動車で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のものと定義されている。道路運送車両法では、総排気量を0.250リットルを超える二輪、自動車は二輪の小型自動車に分類され、大型自動二輪車も含まれる。運輸支局への届け出により、自動車検査証が交付され、車両番号が指定される。したがって、 高速自動車国道法では自動車として扱われ高速道路を走行することができる。運転には大型自動二輪車運転免許が必要で18歳から取得でき運転免許証には大事にと記載される。1960年以降現在の大型自動二輪免許に相当する運転免許証は自動二輪免許で 250cc を超えるオートバイの 区分であった。また、軽免許の上位免許として、360cc 以下の軽三和車と軽四輪車を運転できた。1965年9月1日に、軽免許が廃止されて、二輪免許の区分が 50cc 以上に変更されたことに伴い、この時点で、小型特殊免許と剣道機付き自転車免許以外の、運転免許証を保有していたものに、二重免許として与えられ、 スラングでポツダム免許と呼ばれた。これにより、現在74歳以上の人の中には、オートバイの乗車経験がなくても大型自動二輪免許を取得している場合がある。1965年から普通自動車免許、大型自動車免許では、原動機付き自転車しか運転できなくなった。二輪免許の技能を教習と、技能試験は 125cc の教習車を、 用いるように変更され、1972年には、教習者は 400cc に戻された。1975年より、運転免許試験場での技能試験、または自動二輪免許からの限定解除審査の合格者のみに交付された。しかし、その合格者数は、おおむね全受験者の1%であったため、司法試験より難しいと、揶揄されるほど、極めて難関で、 400cc 限定のない二輪免許そのものが高値の花となった状況が続いた。こうした状況を変えたのは日本のオートバイ製造企業やバイクユーザーではなくハーレー・ダビットソンや BMW もトラットの国外自動車メーカーからの外圧であった。大型輸入バイクが売れないのは日本の運転免許制度が原因で、 非関税障壁となっていると、年次改革要望書などを通じて、強く規制緩和を求められるようになった。これに対して、ベストライダースクール等と称した、事前審査の免除及び実技試験合格率向上のための指導講習が、運転免許試験場で行われるようになり、講習受講者の合格率が5%程度に緩和された。また、1996年9月の、 免許制度改正から指定自動車教習所で大型二輪免許の教習を受けられるようになった。これによって容易に免許を取得できるようになり、大型二輪免許の保有者数は飛躍的に増加した。1996年から大型児童二輪車免許と普通児童二輪車免許が独立した免許区分となったため、 現在では普通自動二輪車免許の限定免許を解除して大型自動二輪車免許を取得することはできない。同じ理由により普通自動二輪車免許で大型自動二輪車を行動で運転した場合免許条件違反ではなく無免許運転となる。2005年6月より二輪免許にもオートマチック限定免許が創設され 400cc を超える AT 児童二輪車は 大型二輪免許の AT 限定を取得すれば乗ることができるようになった。しかし、1977年4月21日に発売されたホンダやらを例外とすると、新設当時には 650cc を超えるオートマチック車両が日本国内で販売されていなかったことから、大型二輪免許の AT 限定には 650cc 以下に排気量が限定されていた。 2019年12月より、大型二輪免許の AT 限定で運転できる大型二輪 AT 車の排気量の上限は無制限となった。これは2019年12月以降に新規で免許を取得したものだけではなく、既存の大型二輪免許の AT 限定を保有しているものも対象となる。一方で、同日より電動機など内燃機関以外を、 動力源とする二輪車についても、定格出力が2 0ットを超える場合には大型二輪に区分されるようになった。指定自動車教習所で教習を受ける場合、普通自動二輪免許や、その他の自動車免許を保有していなくても直接大型二輪免許の教習を受けられることが標準化されているが、原油免許に応じて、最短教習受験数が異なる。先に、 普通二輪免許あるいは小型限定の普通二輪免許を取得して段階的に大型二輪免許を取得すると技能教習については最短教習受験数の総数は少なくなる一方中途段階の卒業検定や免許取得手続きは多くなる一部の指定自動車教習所では大型自動二輪車免許の教習条件として普通自動二輪車免許の保有者のみまたは 普通自動車を運転できる運転免許の保有者のみに限定しているところもあるので、あらかじめ自動車教習所で確認が必要である。大型自動二輪の教習を受けている者が、普通二輪免許あるいは小型限定の教習へ移行を希望する場合は、それまでに言った技能教習は、普通自動二輪あるいは小型限定の相当する過程を終了したものとみなされる。 大型自動二輪免許あるいは、普通自動二輪免許を取得後に普通自動車免許、準中型自動車免許、大型特殊自動車免許を取得するときは、一部を除く、学科講習と学科試験は免除され、技能講習及び技能試験のみで取得できる。またその逆もあり、普通自動車免許、準中型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許、 大型特殊自動車免許を取得している者が、大型自動二輪、または普通自動二輪の免許を指定自動車教習所で取得する場合は、学科教習と学科試験が免除されるため、技能検定を合格し、適正試験を合格すれば、運転免許試験場で運転免許証が取得できる。かつては、大型自動二輪車の代名詞といえば、排気量 750cc の いわゆる7班であった。これは CB750 法が販売されたとき、その時速 200km を超える最高速度から警察庁の要請により、国内メーカーが日本で販売できるバイクの排気量を 750cc までとするオートバイ製造企業の自主規制が行われたためである。そのため、川崎が Z1 の排気量を 750cc に抑えた Z2 を開発したのを皮切りに各社とも輸出用車両のシャーシに 750cc のエンジンを搭載するケースが1980年代中頃まで見られた。1988年に自主規制が撤廃されて以来エンジン排気量 1000cc を超えるリッターマシーン車種が多く発売されているが、 国内フェリーのバイク高想料金が 750cc で区別されているのはこの名残である道路交通法施行規則 e g ブ b 2 0 1 9年12月24日閲覧2019年12月1日施行分道路 交通法施行規則別表第 1http コロンスラッシュスラッシュ www.unten-menkyo.com スラッシュ2008スラッシュ05スラッシュポスト 16html 実際には認可までに時間がかかり1997年教習開始警察庁平運発第22号指定自動車教習所の教習の標準日本 警察庁、区社団法人全国二輪車安全普及協会、警察庁交通局運転免許課指定自動車教習所の教習の標準第1、一般的な教習方法の標準等4、技能教習の一般的な教習方法の標準教習の移行日本自動車工業会二輪車に関する法律、制度、二輪免許と普通自動車免許は、学科が共通。ありがとうございます。